私昨日ね公演終わって、まあ、お家帰ってきて配信しようと思ってたんですよ、夜に。そう夜にね、でまあいろいろこうあのご飯とか食べてちょっと休んで、まあ今日と同じ時間か23時半から配信しようって思ってたらもう気づいたら寝てて、そう気づいたら寝てて、であのまた夜中の1時くらいに目覚めちゃって、あれ1時じゃないか、何時あれ、ツイートしたの、なツイートじゃなくて755でみんなに謝罪したの、そうあれで起きて、いや一回なんか起きて日付変わる前に、でもう死にそうになりながら、なんか眠すぎて死にそうになりながら、あ本当にごめんなさい寝落ちしました、今日はお休みしますってあの755に投稿して、で投稿した瞬間もうまた寝てて、そうで1時くらいに起きて、あーやばいもう寝落ちしたんだ私本当にごめんなさいって思いながらお風呂入って、そうでお風呂入ってもうすぐ寝て、でそしたらなんと朝方目が覚めて4時くらい4時くらいに目が覚めて、こうなんとなくまあ SNS とか見てたら、なんかどうやら今そうトレンドにね、なんかスペインドイツ戦みたいなのがあのそうトレンドに入ってたから、うわこれ今やってんじゃないと思って見たら、ちょうど4時からでこれ見れるなと思ってそう 目も覚めたし思って見てました、うん、そうなの、なんかあのなんかね、私こうサッカーワールドカップ今やってるじゃないですか、でできるだけなんかできるだけ見れる試合は見ようって思った、日本戦だけじゃなくてそうワールドカップ見れるのは見ようって思った理由が、そうなんかそう私がそのなんかね今日のね今日のあれカメルーンとの試合、カメルーンとの時に見てあのカメルーン戦見てた時にあのいや違うちょっと待って待って、あセルビアね、セルビア名前出てこなかった、ゼルビアが出てきちゃった今、それこっちのやつですみたいな、そうカメルーンとセルビア戦を見ようと、なんか見ようか迷ってたんですよ、そうそしたらなんか弟にあのなんかボソッと弟がつぶやいた言葉が、4年に一度のワールドカップなのに見ないのもったいなくないみたいなこと言われてあれって4年に一度なんだって思って私はもうその言葉を聞いて、そうだよね、私は何を思ってたんだと思って、うん、あの決意しました、見れる試合全部見ようってそうそうそう、はいって言って見た見てました、まあ今もやってるんですけどね試合韓国、それはちょっと見てないけど、うん、そうボソッと私に多分言った
私に言ってもないと思う。ただ本当にボソッとこうつぶやかれて、そう、はあ、ごもっともやなって思って見た。わかる。アベマで私も見たんだけど、今日の朝方のそうスペイン戦はアベマで見てたんだけど、あれすごいんだ、なんかカメラの切り替えできるのよ。チッケムみたい。韓国のさアイドルはさ、なんかあるじゃん、韓国のアイドルってあのなんかさパフォーマンスするときにこの一人専用のなんか推しカメラみたいなのあるじゃない。あんな感じでなんかチームカメラみたい、スペインカメラドイツカメラみたいなのあるんですよあれ。と思って、あ、こんなのあるんだと思って、そう、うん、だからまあテレビで見れるときはテレビで見たり、でもさっきのカメルーンとセルビアはアベマで見てました。そう、あのチョンテセさんが実況してたんですよ、うん、DMM も推しカメラ欲しい。みんな言ってる。推しカメラってさめっちゃ恥ずかしいよね、きっと。本当にさ一生自分だけがこう抜かれてるじゃん。うん、推しカメラあるグループもある。あ、そうなんだ。48グループでもあるのかな、うん、そう、乃木坂さんがあるのは分かる。なんかゲームのアプリのやつで、うん、だるまありがとう。すみません、うん、そう、私はあの一回 UX さんで副音声やらせていただいてたじゃないですか。副音声をやらせていただいたことあるんですけど、なんかその時にはあんまりこううまく喋れなかったなって思ったんですけど、こう今回ワールドカップでいろんな方が実況されてるのを見て、あ、実況ってこうやるんだなって。なんか実況は本当にただその試合のことを喋るんじゃなくて、選手のなんか特徴とか、 なんかちょっとしたエピソードだったりとか、そういうもうその時思った率直に思った感想とか、なんかそういうのを話すんだなって、うん、学べました。でもこれをいざ自分がやるってなると絶対にできないから、なんかすごい勉強になる実況は。まだまだ私は甘いなって思いましたね。いつかまた副音声とかのお仕事やりたいなって思ってるので、うん、だからあのもっと、ね、私にできることあるなって思いましたね。あ、そうだ、皆さん昨日のラーメン部のイベント本当にありがとうございました。そのねお話を昨日のショールームでしたかったんですけど、もう私としたことが寝落ちをしたので、はい、話せなかったんですけど本当にありがとうございました。え、もうね超楽しかったです。生誕 TO を着てくださる方めっちゃいて、私昨日実は開演前にあの皆さんがもう 会場じゃない客席座ったかなっていう時に一回見に行ったんですよ、こっそり。こっそり見に行ったらもう生誕 T 着てくださる方いっぱいいて、てかめっちゃ目立ってて色が、そうそうそう、だからあ、またこの色にしてよかったなって思って、私昨日は、まあ、曲も
新しくやった曲もあった2曲あったり、あと MC 企画の部分ももうほんと盛りだくさんで、あと告知してで告知させていただいたこといっぱいありすぎて、もう昨日正直開演前とか全然余裕なくて頭パンパンだったんですけど、まあ、なんとかイベントね、あのメンバーのみんなとファンの皆様の盛り上げのおかげで、まあ、うまくいったのかなって思います。楽しかった、うん、ラーメン部のイベントまた見たいですか皆さん。もし第2回があるとしたら来てくれますか、うん、なんか曲とかも増やしたいし、次はしまた企画もやりたいし、いろんな企画やりたいし、え、見たいですか。ちょっとね、皆さん好評だったらなんか運営のスタッフの皆さんもきっと第2回の開催をこう考えていただけそうなので、私もアピールしたいし、またやりたいですって、うん、みんながね行きたいって思ってくれれば見たい、ありがとう。シャカラシカ、あ、そう、シャカラシカは合わせの段階で曲を、まあ、2、3曲3曲くらいやるっていう話だったんですけど、まあ、ラーメンワンダーランドはね絶対やらせていただきたいって思ってて、であと2曲どうしようかなって思った時に、こうやっぱ泣きべそ書くまではセンターのレイニアさんもいらっしゃるし、あとね、すごいあのガタフレの時にとってもこうお世話になったというか、ガタフレといったら泣きべそ書くまでっていう多分イメージも皆さんあると思うので、そう泣きべそ書くまでを入れて、であと一曲本当にどうしようかなと思って、一曲何がいいかなって思ったんですけど、まあ、ラーメン部といったら学ランをいつも着ているじゃないですか。でなんか学ランっぽいっていうか、なんていうか学ラン着て踊ると似合う曲なんかあるかなと思った時に、あ、シカラシカいいなって思って、そう私がこう提案したらみんな、あ、いいんじゃないって言ってくれて、あの選曲になりました。3曲、でも2曲シェカラシカと泣きべそ書くまでは初めてやったので、うん、あ、ほんと？出だしからテンション上がった、よかった、そっか、ナイスチョイス、ありがとう、セレクトよかった、あ、いきなり来る、びっくりした、そうだよね、あの影穴後 の、 あの開演前直前の、そうなんか今回、まあ、劇場イベントで、まあ、曲もオープニングが1曲だったから、まあ、ここで最初におばあちゃん鳴らすのはいいけど、いやでも1曲だしどうなんだろうって思って、映像だったらいいんじゃないって思って、うん、あれ顔出てなかったのはこれからなんか私たちこう出るぞっていう、なんかなんだろう、顔が見えないことでなんかすごい期待させるみたいなあれは私たちなりの演出でしたちょうど映像の中の3人がはけた瞬間、あの私たちが出てきたじゃないですか。でそこで初めて私たちの顔が見えるみたいな感じにしたくて、あんな感じの映像にしてました。あ、うん、
そうそう、ね、今回ね、あの部長になってから初めてのイベントだったし、うん、みんなに楽しんでもらいたいなって思って、いろいろみんなで考えました。はい、スタッフさんもすごくあの企画とか考えてくださって、クイズとかも考えてくださって、すごいね、あの助けていただきました。はい、うん、だからまたやりたいですしね、あのいろんなお知らせもさせていただいたので、はい、これからのラーメン部楽しみにしていてください。あとそうだ、もう一つ、今日8枚目のシングルの表題曲が解禁されましたけど、皆さん聞きましたか？聞いた？聞いてくれた？よかった。そう、表題のタイトルが、まだ聞いてない？それは聞いてほしい。あ、結構まだの人多いの。そうなんだ。うん、渡り鳥たちに空は見えない。もうぜひ聞いてください皆さん、うん、とってもいい曲です。神曲です。ぜひぜひ聞いてください。そうで、私あのすっごいって思ったエピソードがあって一個、今日初めて私の母にあの完成した表題曲を聞いてもらったんですよ。そう、こんな感じになったよって言ったら、でまあ歌流れるじゃないですか。でちょうど私の歌わりのところで、あ、歌わりここでしょみたいな、母がぴったり当てて私の歌わりを、え、なんで分かったのみたいな、びっくりして私、いや、お、すげえと思った。そう、なんで分かったの、いや分かるよって言ってたんですけど、いやすごいことで ですよ。そう、ちょっと母に感心しました。すげえ。私の声特徴的なのかなとか思ったり、私は本当に自分の声大嫌いだったんですけど、やっと最近自分でまあ聞いてもいやってならないようになってきたみんなが褒めてくれるおかげで、だからまあね、8枚目シングルの表題曲が今日解禁になって、まあこれからね、いろいろもっといろんな情報も解禁になってくると思うので、初披露も含めいろいろ楽しみに待っていてください。私も今回8枚目のシングルの活動も頑張る、より頑張らないといけない、本当に私は今回ね、なんかすごい、まあ、いつも気合入ってますけど、今が踏ん張り時なんだっていう時だと思うので、この期間ちょっとここで折れたらもう終わりだと思ってるのではい、頑張ります。なのでね、みんなもついてきてくださいじゃなくて、はい、一緒に横並びで頑張ろうって思ってます。みんなとは頑張りたいなって、うん、ねえ、今日ちょっとあのオフラインおしゃべり会の完売が出たみたいで、早い、こんな早い完売あるんだって、嬉しかった。もうみんな本当にありが
とみんなもどんだけ買ったの本当に完売出たんです、もう嬉しい、うん、なんかここでこう前のね、私より前の人よりも劣ってたら次これ以上上がれないので、そうと思ってるので私はと今回頑張りたいなと思ってて、でそれがそんなこんなに早く完売を出させていただけてありがとうございます、うん、すごいみんなのそういう気持ちが本当に嬉しいです、ありがとうございます、ね、メールにも書いたんですけど本当にみんながこうやって結果で示してくれてるので私も頑張んないとって思って、うん、だから昨日のラーメン部のイベントですごく私の推し祭をね振ってくださってる方が多くて、うん、嬉しかった、私も公演出たいなって思ってたから久しぶりの劇場でのパフォーマンスすごい楽しかったです、オンラインも追加してありがとう、ありがとう、いっぱい公演出たいです、また頑張ります、はい、ということでじゃあ今日は短いんですけどこの辺で配信終わりますね、ちょっと今日は自信がないのでみんなスクショで漏れてるのをあげてくださいそうごめんね、でもなんか割とすっぴんの配信みんな喜んでくれてそうでまたやろうかなみんなが良ければすっぴんで良ければお風呂上がり配信、こんな髪も今ならいい、もういい香りがしますよ届きますかこの香りちょっとすっぴんでよければまたやります、すっぴんでよければまたやりますじゃないか、別に配信はいつもするんですけどすっぴんでもよ、すっぴんでいいですか、またすっぴん配信しても良いですかこんなんでよければやります、またということで、じゃあ今日はこの辺で終わりにします届かなかった香りじゃあまた配信しますね、おやすみなさい、ありがとう、またね、ありがとう、おやすみ。